本のプロバスケットボール選手、指導者である。愛称は、ヒゲ及び、マイク。マネジメント契約先は、スポーツビズ。能代工業高校、日本大学を経て1994年に、日本リーグの松下電器に進み、この年リーグ優勝、新人王と MVP を同時に獲得。その後、ゼクセルを経て2000年に、アメリカ ABA のサンディエゴワイルドファイアに1シーズン、加入した。帰国後は、いすゞ自動車、新潟アルビレックス BB を経て、2010年より、秋田ノーザンハピネッツのプレイングマネージャーを務めて、きたが、2012から13シーズン限りで、現役引退した。日本初のプロ選手契約を結んだ選手であり、また、日本人で初めて、日本国外のプロリーグに所属した選手でもあった。ポジションは、ポイントガード。現役時代の身長 186cm、体重 85kg。引退後は、秋田のテクニカルディレクター職を経て、2014から15シーズンよりヘッドコーチに就任。B リーグ2016から17シーズン B1、残留プレーオフ終了後、ヘッドコーチ辞任を表明した。1971年、秋田県横手市に生まれる。小学5年生の頃からバスケットボールを始め、雄物川中学校時代には3年時に東北大会3位入賞。能代工業高校監督の加藤博にスカウトされ、同校に入学した。それまではセンターのポジションであったが、高校ではガードに転向し、同級生の関口聡らと共に1987年の選抜大会、1988年の国体と、ウィンターカップ、1989年のインターハイと国体の優勝に貢献。高校卒業後は関口と共に日本大学に進学し、4年時には大学3冠も経験した。1994年、松下電器に入団、初年度よりチームをリーグ優勝に導き、日本リーグ新人王と MVP を同時に獲得した。1996年、この年日本リーグ2部に加入したゼクセルに移籍。初年度に2部リーグを制覇し、1部昇格を果たす。また、同年1月2日に放送されたテレビ番組、最強の男は誰だ？壮絶筋肉バトル。スポーツマンNo.1決定戦では、池谷幸雄らを抑え総合、No.1となった1997年、ゼクセルとプロ契約を結び、日本初のプロバスケットボール選手となった。2000年、ABA のサンディエゴワイルドファイアに移籍。男子バスケでは、日本人初の海外プロリーグ選手となった。マリック・アレン、ピーター・コーネルらとプレーした。2001年に帰国し、JBL スーパーリーグのいすゞ自動車に入団。JBL 準優勝、アジアバスケットボールリーグ準優勝などに貢献したが、チームはこの年限りで休部となり、翌2002年、新潟アルビレックス BB に移籍する。2005年にアルビレックスが BJ リーグに移籍し、翌2006から07シーズンに行われたオールスターゲームに選出。JBL と BJ リーグ両方のオールスターに選出された初の選手となった。アルビレックスには2009から10シーズンまで所属し、その間2005から06シーズン、2006から07シーズンの2度、フリースロー成功率2位にランクインした。2010年にフリーエージェント宣言を行い、同年に設立された秋田ノーザンハピネッツに移籍。当初球団はヘッドコーチ就任を打診しており、先に監督契約で合意していたが、現役続行を望む長谷川の意向に応え、BJ リーグ史上初のプレイングマネージャーとして契約。長谷川はフロント業務兼任となり、試合の指揮はヘッドコーチが取った。しかしハピネッツ所属初年度となる2010から11シーズンこそ33試合356分に出場したものの、翌2011から12シーズンには18試合122分、さらに次の2012から13シーズンでは44試合を消化した時点で出場8試合32分と怪我などの影響で出場機会は徐々に少なくなっていた。レギュラーシーズン8試合を残した2013年4月2日、自らの42歳の誕生日に記者会見を開き、2012から13シーズン限りでの現役引退を表明。シーズン終了後は指導者を目指す意向を明らかにした。バスケットボール男子日本代表としては1994年から2000年までの7年間にわたって選出され、1994年に広島県で開かれたアジア大会では3位入賞。翌1995年に福岡県で行われたユニバーシアードでは大会得点王となり、日本を準優勝へ導いた。また1998年には31年ぶりとなる世界選手権出場を果たした。引退後は秋田ノーザンハピネッツのテクニカルディレクターに就任し、チーム編成とフロント業務などを担った。また、日本バスケットボール協会 3X3 推進室専門委員にも就任した。2014年1月25日には、日本人選手としては初となる引退試合を開催した。2014年7月1日、それまで秋田のヘッドコーチであった中村和夫の後任としてヘッドコーチに就任した。秋田ノーザンハピネッツが B リーグ2016から17シーズン B1 残留プレーオフにおいて敗退し、来季からの B に降格が決定した責任を取り、2017年5月18日、ヘッドコーチ辞任を表明した。2018年4月、3X3 日本代表のアドバイザーコーチに就任。6月、新規 3X3 クラブチーム世界へのテクニカルアドバイザーに就任。9月、3X3 日本代表で、トーステン・ロイブルディレクターコーチを補佐するアソシエイトコーチに就任。2014年1月25日に、秋田市立体育館で行われた引退試合は、翌26日にで行われる BJ リーグオールスターゲームのイベントの一環として行われたものであった。長谷川は、親交のある選手や元選手を集めた長谷川フレンズを結成し、長谷川の母校である能代工業高校と対戦した。対戦相手に能代工業を選んだ理由として、長谷川は、近年全国制覇から遠ざかっている母校の強化を挙げた。2214名の観客の前で行われた試合は、長谷川フレンズが72対61で勝ち、長谷川は11得点を挙げた。ありがとうございます。